佐渡の金山一点世界遺産への登録を申請の方向です政府は佐渡の金山についてユネスコの世界文化遺産として推薦する方向で最終調整に入りました2023年の登録を目指します 佐渡の金山をめぐっては戦前に朝鮮半島出身労働者が過酷な労働に従事させられたとして韓国が反発し一時、推薦見送り論が政府内で浮上していましたが安倍元総理や高市政調会長など自民党保守系議員が反発し政府も方針転換した形です。